そんなことより西村さん、僕転校してきてからずっと不思議だったんだけど、このクラスのみんなはもしかして全員バリアを使えるのかな。バリア？なんかみんながバリアバリアって言ってるから。あれはね、ああいう遊びだよ。くだらないよね。バリアを張ると私の呪いが映らないんだって。え、ちょっと待って。遊びでバリアを張るってすごいと思う。え、だってバリアって多分すごく難しい技なんだよ。僕は何回やろうとしてもできなかった。やろうとしたの？みんなどうやってバリア張ってるのかな。いやいやいや、でも僕の前の学校じゃバリア張れる人間なんていなかったよ。そうなんだ。きっとみんな仲良しだったんだね。うん、全校生徒が30人しかいなくてさ、だいたいみんな友達だったよ。友達？でもやっぱりバリアは使ってみたいな。かっこいいもん。はっ、目の前に壁をイメージする感じなのかな。オーラのバリア張れるようになるといいね。そしたら私と話しててもからかわれなくなるし。え、なんで？だってバリアは死神の呪いを通さないから。なんで僕が西村さん相手にバリアを張るの？え、バリアは敵が来た時に張るものでしょ。僕が西村さん相手にバリアする必要なくない？友達なのに。友達。あかね、学校の方はどうなんだい？別に普通だよ。そっか。仲のいい友達はいるのかい？家では嘘をついている。もうずっと長い間。あかね、なんでもない。いるよ、友達。そっか、もう嘘じゃないんだ。本当なんだ。どうしたの、西村さん。違うの、高田君。これはその、嬉しくてつい。何を言ってるの、西村さん。え、僕の方が何倍も何倍も嬉しいからね。